私が総理に保育園落ちた日本死ねというブログを紹介してから約1年が経ちました。保育園に入れるか入れないか、また通知が届く季節がやってきました。私のもとにも今年も保育園落ちたというこういう相談、悩み、叫びが今たくさん届いています。おととい15日に直接当事者のお母さんたちが議員会館に来てくださって、それぞれにベビーカーをして抱っこひもに赤ちゃんを抱えて、声を届けてくださいました。認可と認可外20カ所以上に申し込んだが落ちた。2人の娘を抱えているが4年連続落ちた。先週2月10日にすべて認可落ちた。急いで認可外探しているけれども100人待ちと言われている。今年も去年同様、この待機児童問題は解決していません。そして直近2年待機児童数は増え続けています。平成27年4月1日時点で 23,167 人、平成28年4月1日時点で 23,553 人。今不承諾の通知を受け取っているであろう平成29年4月1日時点での待機児童の数が分かるのは、例年通りであれば今年の9月前後に公表されるんでしょうから、現時点ではこれはお尋ねをいたしません。ただ増えることはあっても、おそらく大幅に減るということはないでしょう。まず総理にお尋ねします。総理は昨年の通常国会でも臨時国会でも繰り返し待機児童ゼロにするとおっしゃってます。いつまでにゼロにするとおっしゃっているのですか。安倍内閣総理大臣。まさに我々はですね、待機児童法ゼロを目指して、施策を推進、強力に施策を推進しているところでございまして、我々、保育の受け皿の整備につきまして、これは増やすというのは簡単なんですが、大切なことはしっかりと財源を得てですね、それを実行していくかということであります。我々は民主党政権時代よりも 2.5 倍のペースで保育の受け皿を整備をしている、これは事実であります。そして保育士の確保のためにも、民進党政権時代には保育士の皆さんの処遇はマイナス 1.2%、 つまり処遇は改善されるどころかこれ下がっていたわけであります。それに対しまして私たちはですね、安倍政権になって 10% 引き上げることになるわけでありますし、そしてキャリアを積んだ方にはですね、これはキャリアを積んだ方にはさらに4万円プラスになるわけでございます。それは人事院勧告も含めてではないかというご指摘がございましたが、人事院勧告というのはその時の経済の状況、デフレか、あるいはインフレか、あるいは給料が上がっているか下がっているかということでもってですね、決めるのは人事院でございますが、そういう経済状況を作っているのはその時の政権の責任、政策の結果であるということも申し添えておきたいと、このように思います。同時にですね、同時に保育の受け皿を増やしていく中において、そしてまた同時にですね、今働く女性の皆さんが安倍政権ができてから90万人以上これ増えたわけでございまして、当然その中でニーズも増えていく、また受け皿も増えていく中において申し込みをしようという方々も増えていく中において、残念ながらですね、ゼロにはなっていないのはこれは事実でございますが、我々はこれは地域ごとのですね、事情をよく見ながら、これ地方自治体もしっかりと協力をしながら、国としても最大限の支援をしていきたいと、このように考えております。山尾君。総理、一緒にこの待機児童解決したいので答えていただきたいんですね。まず総理は待機児童ゼロを目指すと繰り返しおっしゃってます。いつまでに待機児童ゼロを目指しておられるのですか。安倍内閣総理大臣。これはいつまでにということをおっしゃったわけでありますが、いつまでにということをなぜ、今ここで断言できること、断言が難しいかどうかということで、ございます。それはですね、さらにニーズが増えていくということも十分にありうるわけでございますし、我々のですね、私たちの政策を今進めていることによって、いわば今まで諦めていた方々がですね、可能性が出てきたという中において、申請者がさらに増えていくということもあるわけでございます。その中で、だからこそ今、それはなかなか申し上げられないということを申し上げているわけであってですね、民主党政権時代にもですね、おそらく目指していたんだろうと思いますよ、思いますよ。
でなぜ、私がですね、過去の皆さんの政権と比べるかということはですね、言うことは簡単なんですが、実行するのはですね、まさに、これは財源を得て実際に実行していくという責任が生じるかどうかということであって、我々はですね、その責任をしっかりとかみしめながら今こうして発言をさせていただいているところでございます。山尾君。総理は2013年4月19日日本記者クラブの講演でしっかりと明言をされて待機児童ゼロを目指すと言っておられるんですね。この明言は今撤回をされたんですか。安倍内閣総理大臣。残念ながらですね、我々は確かに、この最初は40万人という目標を立てたわけでございますが、それを行っていくことによって、ゼロ近傍に至るという、そういう、予測を立てたので、ございますが、しかし、実際としてはですね、実態としては、女性の活躍政策を進めていく中において、今申し上げましたように、実際に、女性の、働く方はですね、まさに労働市場に、90万人以上参加をしていく、でさらに、増えていくという中においてはですね、その、予測通りにはなかなかならないという実態について申し上げているところでございます。委員長。山尾君。女性が職場に出ていけば、やはり潜在的待機児童も増えていくということは、2013年、またそれより前から分かっていることなんですね。それでは私、もう一回お尋ねしますけれども、この2013年、総理はこの記者クラブで、何年までに待機児童ゼロを目指すとおっしゃったか、覚えておられますか。事務方に聞かなくて結構です。何年までに待機児童ゼロ、事務方に聞かないと分からないんですか。何年までに目指すと、ここでなぜ塩崎大臣なんですか。分からないんですか。分からないんですか。塩崎大臣、ここで塩崎大臣に答えさせたら、総理、自分は何年までに待機児童ゼロを目指すのか、分からないでおっしゃってたということを自白したことになります。大臣、答弁やめた方がいいです。今、大臣が答弁したら、総理は今、後ろを振り向いて事務方に聞こうとした。それをたしなめられたら、塩崎大臣に話題を振った。総理が何年までに待機児童ゼロを目指すとおっしゃっていたのかは、総理にしか答えられない。総理、お答えください。お答えください。総理、お答えください。わからないんですか。何年までに待機児童ゼロを目指すと言ってたのか。内閣総理大臣。そんなに興奮しないでください。委員会というのはですね、質問者が答弁者を指定するのではなくて、念のためにお伝えしておきますが、それは委員長が委員長としての職権で、正式に願います。これは指名をするわけでございます。今すぐの過去の発言でございますので、正確にお答えをしなければなりませんから、事務方に確認するのはこれは問題ないと思いますよ。そういう時間をですね、そういう時間をお締めというのであれば、あらかじめですね、これあらかじめ言っていただければいいだけの話であってですね、通告をしていただく、これが常識なんです。通告をせずにですね、すぐに答えられなかったからといってですね、答えられなかったからといって、まさに何か一本を取ったように感じるのは、それはですね、この充実した審議とは程遠い審議と言わざるを得ないわけでありまして、そんなことをやろうと思えばいくらだってできるわけでありますが、自民党はそんな質疑はしませんよ。そこでですね、そこで、いや、すみません、ちょっと、これ、タウンミーティングじゃないんですから、どんどん私に問いかけをしないでもらいたいと、思います。そこでですね、今申し上げますと、確認いたしましたが、29年ということでございます。委員長。ちょっと待ってください。タウンミーティングという言葉はできるだけ使わないように願います。よろしくお願いします。山尾君。笑うところではないのです。笑うところじゃないんです。総理、今事務方から耳打ちをして、初めて平成29年という答えが出てきました。ちょっと静かにしてください。正式に願います。自民党、静かに。真剣なんですよ。お母さんたちの声を聞いて、子どもたちの声を聞いて、私が申し上げたいのは、平成29年なんです。来年なんです。
平成29年度までに待機児童ゼロを目指すと言ってるんですね。もしそれを本当に真剣に考え続けて、去年の国会でも待機児童ゼロと胸を張っておっしゃっていたのなら、常に頭にあるはずなんですよ。あと1年だと。平成29年4月1日時点、それが公表されるのはおそらく来年の9月でしょう。でも平成29年4月1日、あと1年だと、こういう思いがなくてですね、待機児童ゼロと去年から胸を張っておっしゃっていたのかと思うと、私は本当に涙が出ますよ。何言ってるのと今総理その席からやじをおっしゃいましたけれども、そして私もう一回申し上げます。待機児童ゼロを目指す平成29年、まあこれ総理知らなかったわけですけれども、今お答えを聞いたらね、断言できないと、期限は言えないとおっしゃいました。総理はじゃあ平成29年までにゼロにすると、こういう前からの約束を今期限については変更する、撤回する、期限はなくすと、こういうことですか。安倍内閣総理大臣、いろいろとですね、批判を、されましたがね、批判をされましたが、これはもう興奮してですね、する議論ではないんですよ。冷静にですね、冷静に建設的にいかなければいけない。なぜ私はですね、民進党政権時代にダメだったかということをお話をしたかといえばですね、それはただスローガンを叫んだり相手を批判することではですね、何も実は生まれないんだということで、あります。盛んにですね、皆さんは私たちに、保育士の改善をと求めておられたわけでありますが、皆さんの時にはですね、皆さんの時にはまさに保育士の皆さんの待遇は改善をされていなかったというか、マイナスだったということは事実なんですよ。こういうことを皆さん噛み締めながら発言されるべきなんですよ。発言されるべきなんですよ。確かにですね、29年度末、29年度末ですから、正確に言うと、30年の 3月31日ですかということになりますが、しかし、今申し上げましたように、残念ながらですね、これは今、非常に厳しい状況にはなっているのは事実で、ございます。しかし、だからといってですね、待機児童ゼロをという目標をこれは、取り下げるかといえば、決してそんなことはないわけでありまして、その土地を目指して頑張っていかなければですね、改善はしないじゃないですか。ですから、私はそう申し上げているわけで、あります。でそれでですね、いわば山尾さんは、一方的になんか興奮をされてですね、我々をですね、一方的にこうなじっておられるから、我々もこれいかがなものかと思って、見ていたわけで、ございまして、大切なことはですね、申し上げるわけでありますが、大切なことはしっかりと経済を良くしていく、そして財源を作っていく中において財源を確実にしながら結果を出していくことではないかということでありまして、申請者がですね、果たしてどれぐらい増えたかということについても、出生率も上がっているわけでありますし、申請者も増えた、この現実があるんですよ。この現実を見ていただかなければならないということでありまして、確かにですね、女性の方々が働き始めるということについてはですね、我々はの予想以上になったのは事実であります。見積もり以上になったということであります。それはある意味では私たちの政策の効果が非常に効いたということにもなるわけでありますし、経済の回復の度合いも我々の予想以上に、この労働市場のですね、状況が私たちの予想以上にいわば改善をされてタイトになったということであります。我々が予想した段階においてはですね、全国47のすべての都道府県で有効求人倍率が1倍になるということは予測もしていなかったわけでございます。そういう中においてはですね、そういう早い段階でのこの回復が非常になされているという中においては、確かにですね、そういう意味において我々のこの予測はですね、この外れたわけでございまして、その点については、この十分にこの改善速度に追いついていなかったということについては、残念ではありますが、しかし、この目標に向かってですね、しっかりと進んでいくたら、状況としては、なかなか今、にわかにはですね、この間違いなく達成できるという状況ではないということは、先ほど申し上げたとおりでございます。山尾君。平成29年度末、平成30年3月31日までに待機児童ゼロを目指すという政府の方針、
これを今総理は答弁で事実上断念されました。そういうことですよね。で、私ね、ちょっと静かにしていただけますか。静粛に願います。この1年間私も大変責任を感じ続けているんです。民進党として緊急提言も出させていただいた。でもそれを、実際に与党にどこまで実行していただく原動力としてしっかりと私自身が働けてるんだろうかというふうに思います。一つ一つ検証していきたいと思いますが、時間の関係で一部になるかもしれません。フリップの1番お願いします。これが去年民進党が待機児童の解消に向けて出した緊急提言です。まず1番ですね。全国統一の基準で隠された待機児童を表に出してあげようと、こういうことです。政府が待機児童の定義を曖昧にしたまま統計を取っているので、自治体ごとの待機児童の数字が表に出ていません。実態を反映してません。だから待機児童ゼロを信じて引っ越したら待機児童になったという本当に笑えない話が散見されているわけです。また待機児童の狭い解釈を許しているので、その統計の数字も実態を反映してません。平成28年4月1日時点で2万3553人の待機児童ですけれども、育休中の人、特定の保育園を希望している人、こういう人を入れた隠された待機児童を合わせれば9万907人と、去年から議論して、塩崎大臣の下でですね、厚労省がこの数をようやく表に出したことは私は一定の評価をしたいと思います。要するに実数は4倍近くあったと、こういうことなんですね。だから私たちは統一基準を作って、すべての自治体が実数をしっかり表に出せるようにして、そして待機児童の総計も実数で把握をしましょうと、こういうふうに提案をし続けています。でも未だにやられてないんです。これをまず、じゃあ総理一緒にやっていただけないですか。民主党政権の時にどうだった、ああだったと、少なくとも良くなったとか、総理の方から見るね、一方的な数字をおっしゃるよりは、これ一緒にやりましょう。これね、いいんですよ。私たち民主党政権の時もこうやって統一基準でしっかりと表に出すということやれてなかったんです。一緒に責任を負いますから、これやりましょうよ。いかがですか、総理。塩崎厚生労働大臣。厚生労働省ではですね、昨年9月から待機児童数の調査検討会というのをやっています。今統一するべきだというお話がありましたが、今自らお認めになったように、この同じ定義でずっと民主党政権の時もこれできました。そして今ご評価をいただきましたが、その隠れ待機児童とおっしゃいますが、別に隠しているわけでも何でもないわけで、これ、見てらっしゃる、テレビを見てらっしゃる方はご存じないといけませんから、申し上げておくと、地方単独事業を利用している方々、それから特定の保育園だけを希望されている方々、それから給食活動を休止をしている方々、育児休業中の方々、こういった方々について、それぞれ市区町村ごとにばらつきがあることはもうご案内のとおり で、これによって統一というのはなかなか難しいということが、ずっと言われてきたわけであります。それで、この待機児童数の調査検討会では、例えば特定の保育園を希望する方などの取り扱いについて、市区町村ごとに不合理なばらつきがあるのではないか、こういう指摘があるわけでありますので、そういうことで、検討をそれぞれどういうばらつきがあるのかということを見直すこと で、これは定義を見直すことではございません。で、地域における通常の交通手段の違いなどの合理的な自由を除いて、不合理な運用上のばらつきを是正をすること、これを目的として、できる限り皆さんが同じような考え方でやっていただけるように、あるいはむしろ逆に待機児童となっていらっしゃる方々の立場に立って、分かりやすいものにしようということであります。で、保護者に他に利用可能な保育園のお情報を提供しないで、一律に特定の保育園のみ希望する方ということで、待機児童に含めないとするところがあります。で、保護者に対してきめ細かなやはり対応が行われているとは言えないということでありますので、そういうような実態を踏まえて、今後の待機児童数の調査方法を検討して、年度内に
この年度内に目処として取りまとめる予定としているわけでございます。で、今回の検討はですね、待機児童数、待機児童数を減らすようなことを、いや、一方的にお話をされますけど、政府の話もちゃんと聞いていただきたいと思います。待機児童数を減らすようなことを目的としたわけではございません。で、各市町村が保護者の意向、ご意向や状況をしっかりと積極的かつ丁寧に把握をして、利用可能な保育園などの情報を提供するなど、保護者のニーズに応じた適切な保育の提供がなされるようにすることが重要なので、政府としてはその保育コンシェルジュとか、そういうような形で一人一人にきちっとした対応を親切にやっていくことを支援をしていくと思っておるところでございます。山尾君。今の話だと、検討会やってるけれども、定義を統一にするということは考えていないというようなお話で、結局私たち、こうやって提言してもですね、今のご説明聞いても、なぜやらないのかということは、やはり納得がいかないんですね。育休が、まあ、カウントに入ったり入んなかったりする、特定保育園を希望しているのがわがままと言われたりする、少し声をちょっとお届けだけしたいと思います。今政府が通そうとしている介護保険改正案の中に育休2年入ってますよね。で、育休取れたら待機児童のカウントから外せると、こんな運用はダメですよ。今のままだと育休取れちゃった人は待機児童から外しても外さなくても構わないと、これが厚労省が自治体に出している通知です。でもこういう運用のままですね、育休2年の制度を導入して待機児童解消の本来の国の役割を果たさないで、育休延長でお茶を濁さないでほしいというのが1点で、そもそもお母さんたちの現実をしてほしいんです。こういう声がいっぱいあります。1歳で申し込むなんて絶望的だから、0歳から頑張ってと、こういうふうに役所で言われていると。ましてや2歳から申し込むリスクなんて取れないと。育休2年取ってそんなリスク取る人どれだけいるんですかと、これが当事者の声の一部です。またこういうのもあります。子どもを認可外にも入れないで育休2年取って家で育てていたら、そうしたくてもそうしていたらポイント加算がほとんどなくて、どん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 優先順位下がっていくの目に見えてると、どうしてこういうリスクを取れるのかと、これが現実なんですね。だから育休2年が待機児童解消に、まあ、どこまで本当に向き合ってるのか、正直的外れなんじゃないかって、こういう声もまた現場のお母さんたちの声だし、ましてやプラス育休取れたら待機児童のカウントから外されちゃうと、こんな運用のままで育休だけ伸びたらかなわないと、こういう声があるんです。だから私は民進党の提言ですけど、育休中の人もね、きちっと統一基準で待機児童にカウントして、ちゃんと解決の訴状にまずは載せましょうよと、こういうことを申し上げてる。でも今の塩崎大臣のお話だとね、まあ、そういったその定義を統一するということは考えてないと、まあ、検討会の回答がまあ3月ぐらいに出るという話ですけれども、今のところこういう民進党の前向きな提言も、まあ、やるつもりがないということで、まあ、大変残念ですけど、私これ言い続けますよ。特定保育園のことだって言いたいこといっぱいありますから。もう1点、処遇改善です。民進党はすべての保育士さんに当てて5万円給与を上げましょうと、こういう法案を昨年の通常国会から提出しています。一方フェアに行きたいと思います。私は総理と違って、政府は今年の4月から約3分の1のベテラン保育士さんに約4万円上げると言ってます。今年の4月からできれば実現したいと、一生懸命現場の方が知恵を絞ってやってるのは、私は後ろにいる方ともずっとこの間お話をしてきましたから、それはそれでやっぱり今までより、去年の保育園落ちたのブログの前より、やっぱりこの1年現場の方頑張っておられると思います。しかし私たちの案に比べると、対象者も予算も約3分の1という規模感なんです。そして何より心配なのは、法律ではないということは、来年も再来年もその次の年も同じように予算がついていく、そういう法的な担保はどこにあるのですかということなんです。どこにあるんですか。塩崎厚生労働大臣。
民進党案は、5万円一律に上げるということでございますが、私ども安倍政権では、この大事なのは、高い使命感と希望を持って保育の道を選んだ方々に仕事を続けていただくということであって、処遇改善をはじめですね、それから潜在保育士の再就職支援とか、保育士の事務負担の軽減など、私どもは総合的に取り組んでおります。民進党が出されている法案につきましては、まず第一に財源の確保などが何ら明らかになっていないこと、それから人材確保のための総合的な対策となっていないということでございまして、我々はキャリアアップの仕組みをきちっと作った上で、そういった経験や能力の評価をした上で、4万円を基本に上げていこうということでございますので、そういったことを持つことが、キャリアとして先を見えるようにする、これがやはり大事なことであって、努力の仕方はどうしたらいいのかということも分かるようにしていくということが大事なのでありますので、私どもとしては一人一人の保育士の皆さん方が、やはり自ら努力をしながら、ステップアップしていくことを大いに期待を申し上げたいというふうに思っております。山尾君、結局ね、今の大臣のお答えを聞いていると、毎年確保されていくというこういうお約束がないんですね。で、私たちがどうしてこうやってやっぱり法制度を作ろうって言ってるかというと、予測可能性が鍵だからです。保育士さんたちにこれから先も給与が上がり続ける、上がっていくと、途中で予算措置が途切れてなんか減ったり前に戻っちゃうということがないと、そういう予測可能性があって初めてせっかく資格を取った保育士さんたちがちゃんと保育士の仕事をやりがい持ってやっていこうと思える、あるいは一旦辞めた保育士さんたちが現場に戻ろうと思って戻ってくれる、それを一回一回ごとの予算措置で本当に来年も続くのかどうかわからないという状態では、結局根本的に保育士さんが足りないという状況を解決できないから、私たちはこうやって法律でしっかりね制度を作りましょうと、こういう提案を去年からずっとしてるんですね。それでもずっと審議拒否をされて議論に応じてもらえないと、本当に失望します。で、もう一点だけ私伺って次に行きたいと思いますけれども、これ長時間労働規制も同じなんですよ。私たち保育のテーマにもこの長時間労働規制法案位置づけて審議してくれと言ってます。子どもには専門家である保育士さんたちなんかによる専門的な保育と、やはり家庭での保護者にしかできない子育てと、この両輪が就学前の子どもたちにとってとっても大事だから、親と一緒にいれる時間を子どもたちにきちっと大人が作ってあげようと、長時間労働規制、インターバル規制、法律でちゃんと制度としてこの立法府でちゃんと採決していきましょうよと、そういうことを言ってるんです。これも審議拒否で応じていただけないのは、保育というテーマからも私は大変残念に思っています。そして一つですね、気になることがございます。今パブリックコメントにかかっている保育指針なんですけれども、保育所保育指針案ということで、保育園にも子どもたちに国家に親しむ、国旗に親しむと、こういう新しい保育指針案が今訴状に上っています。これパブリックコメントやってますけれども、このパブリックコメントの後、結局これ来年4月から施行したいということなようなんですけど、来年4月から本当にこの国家国旗のことも含めてね、この案を施行するかどうかということも含めて検討されるのか、それとももうこれでいくよということは規定路線なのか、どちらですか。塩崎厚労大臣。当然パブコメをやっているわけでありますから、国民のご意見を聞いた上で4月からということでございまして、この保育所保育指針の改定は、この小学校教育への円滑な接続を図るという観点で、3歳以上の子どもたちの教育内容については、保育園、幼稚園、認定こども園、これを通じて同じように同様の内容とする改定を行っていこうということでございます。で、国旗国家に関しましては、親しむという内容を盛り込んだわけでございますが、
小学校の学習指導要領等を踏まえたものでございまして、小学校教育への円滑な接続を図る観点から重要だというふうに考えております。委員長。山尾君、いいですか。前回ですね、厚労省の方から聞いたときも、パブリックコメントをしっかり検討して、その上で、この、施行案をですね、施行するのかどうかも含めて、パブリックコメントを踏まえて検討すると。こういうご答弁がありましたので、今大臣もそういうことだというふうに思います。ぜひしっかりパブリックコメントを、よくいろんな意見が出てくると思います。いろんな意見が出てくると思う。よく見ていただいて、また議論する場があったら議論したいと思いますが、私が申し上げたいのは、やっぱりその子どもたちが社会に愛されて社会に育まれていく、そういう環境を作ることで、子どもたちの心にやはり押し付けではない自然に社会を愛する、そして自分の住んでいる、自分の生まれ育ったこの国を愛する、こういう意識が芽生えていくと、これがやはり順番なんだと思うんですね。だからまず子どもたちが社会で愛される環境を作ってほしい。保育園というのは子どもたちがその社会とのつながりを得る最初の第一歩です。その第一歩であなたは入れないよと、こういう最初の手紙をもらう、こういう社会のままでね、社会を愛せよ、国を愛せよと、ちょっと順番が違うのではないかなという気もいたします。ただこういうのはきちっと議論した方がいいから、極端なことを申し上げるつもりはありません。ただまずはその前提のところを一生懸命やっていただきたい、こういうことを申し上げたいと思います。次に共謀罪のことについて、お聞きをしたいと思います。昨日ですね、フリップの5番お願いします。昨日法務省からまた驚くようなペーパーが出てきました。このペーパーにはこのように書いてあります。もともと正当な活動を行っていた団体についても、団体の結合の目的が犯罪を実行することにある団体に一変したと認められる場合には、組織的犯罪集団に当たりうると、こういうペーパーであります。法務大臣にお尋ねします。1月31日の刑事局長答弁、フリップの6番お願いします。これと全く違うことを言ってるんですね。そもそもこの時は、そもそもその団体の結合の目的が犯罪を実行することにある団体、これだけに限られると、こう言ってました。先のフリップとこの前の刑事局長の答弁、真逆なんですね。当初からそもそも犯罪集団でなければ当たらないのだというのが局長答弁。そして一方法務省のペーパーは、当初は普通の集団でもその後に犯罪集団に一変した場合に当たるのだと。これが法務大臣が出してるのでしょう。昨日出てきた法務省のペーパー。法務大臣、これどちらが、改めて聞きますね、どちらが正しくてどちらかが間違ってるんです、どっちですか。金田法務大臣。山尾委員のご質問にお答えをします。刑事局長の答弁の意義につきましては、本来刑事局長にご質問いただく方が適切とは思われますが、私の理解では刑事局長の答弁は、正当な活動を行っている団体がたまたま犯罪行為に及んだ場合にテロ等準備罪の対象となり得るかという趣旨の質問に対してなされたものと承知をしております。この刑事局長の答弁は、もともと正当な活動を行っていた団体につきまして、その結合の目的が犯罪を実行することにある団体に一変したと認められる場合に、組織的犯罪集団に当たりうるか否かという点について何ら言及しているものではないと理解しております。したがいまして、林刑事局長の答弁は法務省の示した統一見解と私の答弁と何ら矛盾するものではないと、このように考えております。山尾君。矛盾しているものをね、矛盾してないということは、よくおっしゃられることなんですけれども、どう見ても矛盾してるんですよね。そもそも犯罪を実行することにある団体に限られると
局長は言っていた。そして昨日出てきたペーパーは、いいですか、フリップもう一回出してください。もともと正当な活動を行ってた団体でも性質が一変した、こういう場合には集団に当たりうると、これ全く真逆のことを言ってるんですよね。これどこがどうおっしゃられると矛盾してないという話になるんですか。そしてさっき大臣おっしゃったけど、さっきのこの刑事局長の答弁ですけれど、質問者は何もたまたま犯罪集団になったときに当たるんですかなんて質問してませんよ。勝手にその前の質問を作り変えないでいただけますか。金田法務大臣。ご質問にお答えをいたします。テロ等準備罪の具体的内容は現在検討中であります。そして組織的犯罪集団につきましては、結合の目的が犯罪を実行することにある団体を言うとの趣旨で用いることを検討をいたしております。もともと正当な活動を行っていた団体についても、団体の結合の目的が犯罪を実行することにある団体に一変したと認められる場合には、組織的犯罪集団に当たり得ることがあるとするのが適当である、このように考えております。山尾君。それでは法務大臣、引き続きお尋ねしますけれども、今回のこの法務省から出てきたペーパーですね、もともと正当な活動を行っていた団体についても性質が一変したら当たりうると、これは従来の共謀罪の時の議論とどこが違うんですか。金田防衛大臣、法務大臣、間違えました。委員の皆さんからのいろんな意見ございます。ただいまの質問については、趣旨がですね、ご質問の趣旨がいまいち鮮明ではないのですが、現在この、答えないなら答えなくていいです、もう一回聞きますから。組織的犯罪集団については明確に定義を置くということを含めてしっかりと現在検討中なんであります。その中で成案ができましたときにしっかりと、ご説明をしてまいります。はい、委員長。山尾君。委員の意見とか気にされず大臣としてしっかり答弁してください。もう一回お尋ねします。従来の共謀罪では、それではもともと正当な活動を行っていた団体が今大臣おっしゃったように性質が一変したと認められる場合には、組織的、この罪の対象に当たったんですか、当たらないんですか、どっちでしたか、どちらでしたか。今大臣は今回のものについてはもともと正当でも性質が一変したときは当たりうるとおっしゃってました。後ろ向かなくて結構ですよ。従来のときはどうだったんですか、違うんですか、同じですか。金田法務大臣。ただいまのご質問の、従来の共謀罪、いわゆる共謀罪の法案、これは廃案になった法案であり、これをベースに、お答えは現在のテロ等準備罪についての法案とお答えは、いたしかねるというふうに思います。委員長。山尾君。そうであれば大臣、かつての共謀罪とは全く違うと言ってきたご自身の答弁全部撤回してください。ちょっと待って、即興止めてください。
してください。金田法務大臣。過去のその法案と今回の法案、その中で今回の法案における組織的犯罪集団もですね、かつての共謀罪の団体といいますか、それと実質的にどう違うのかというのと同じような質問と私は受け止めておりますが、かつての組織的な犯罪の共謀罪におきましては、その主体は団体とのみ規定されておったわけであります。で、検討中の現在の法案におきましては、組織的犯罪集団につきまして、しっかりと明文で定義をし、主体をこれに限定することを検討しておるわけであります。これによりまして、私どもはかつての共謀罪に対して示されました一般の方々の不安や懸念というものを払拭することができる、このように考えて、その意味をですね、かつての共謀罪とは異なるものとして現在検討を進めているというようであります。委員長。山尾君、静粛に願います。異なるとおっしゃるんで、もう一回聞きます。かつての共謀罪では最初は正当な団体だったものが性質が一変した場合には対象となり得たんですか、ならなかったんですか、どちらですか。時計止めてください。金田法務大臣。ただいま、ご質問に対しましては、それはなり得るものではあるとは思いますが、しかしながら現在成案を作成中でございますから、その段階でしっかりと答えていきたい、このように思っております。山尾君。かつてと同じなんですよ。かつての局長答弁がこれです。初めな正常なものから走り出したと。でも完全に詐欺集団として切り替わった。そうすれば認定をされうると、こういうこと言ってるんです。かつてもそうだったし、今回もそうなんです。当初は一般の団体、ひいては一般の市民であっても、途中で捜査機関が性質が一変したと、犯罪集団に切り替わったと、こういう認定をされれば、これは今回の対象に当たると。かつても今も全く同じ答弁をされてるんです。だから私は聞いてるんです。これはかつてと違うという理由にならないんじゃないですかと。そしてじゃあ大臣お伺いします。総理でも結構です。総理ずっと一般の人は対象にならないとおっしゃってきました。でもこれでいくとなるんです。そのところの矛盾をどうご説明されますか。安倍内閣総理大臣。先ほども申し上げましたようにですね、団体の結合の目的が犯罪を実行することにある団体がですね、このまさに現に存在している場合に、組織的犯罪集団として取り締まりの対象とすることはですね、これは国民の生命や財産や、あるいはテロをから守ることにおいてはですね、当然のことでありまして、まさにそもそものですね、目的が正常な目的だったとしても、その段階でも一変をしているわけでありまして、もう一変をしている以上ですね、これは組織的犯罪集団と認めるのは当然のことであろうと、こう思うわけでありまして、結成当初からそのような団体であったのか、あるいはある時点でそのような団体になったのかによってですね、対応が異なるものではありえないわけでございました。はい、当初がですね、当初の目的、例えばですね、オウム真理教はそうでありますね。当初はこれは宗教法人として認められた団体でありましたが、まさに犯罪集団として一変したわけであります。で、この一変したわけでありますから、まさに一般人をこれ取り締まるという、その観点からしてもですね、一般人、犯罪集団に一変した段階でですね、その人たちは一般人なんですか。私は今大変驚いてるんですが、もう一般人であるわけがないじゃないですか。はい、犯罪集団に一変したものである以上ですね、それは対象となる、これはまさに明確であろうと、このように思います。山尾君。委員長、そうであれば総理、1月26日のご自身の答弁を思い出してください。今総理は
当初から犯罪集団であるか、ある時点で犯罪集団であるかで扱いは変わらないと、扱い変わったら困るじゃないかと胸を張っておっしゃいました。1月26日の総理の答弁を読み上げましょう。かつての共謀罪は、いわば共謀して何人かが集まって合意に至ったらそこで共謀罪になるわけであります。今回のものはそもそも犯罪を犯すことを目的としている集団でなければなりません。これが全然違うんです。これが総理の答弁であります。今のご答弁はそもそもであろうと途中で変わろうと、テロとかね、犯罪集団に切り替わったら対処しなくの当たり前じゃないかと、対応異ならないよとおっしゃいました。1月26日の答弁撤回されるんですか。安倍内閣総理大臣、1月に、何日だっけ、26日の答弁においてもですね、まさに一般の方々を取り締まるものではないという趣旨で申し上げているのであってですね、つまり犯罪を目的としているということは明確にしているということであります。つまり今回もですね、やっぱり一辺をしているわけありますから、一辺をしているということはまさに犯罪を目的としている集団となったということでありまして、つまりですね、このまともなこの集団の中においてですね、で一部の人が犯す犯罪において、その団体全部がですね、取り締まりの対象にはこれならない、ということでありますが、まさに今回は一変しているということをもってですね、そうなっているわけでありますし、また、準備行為を行うということももってしてもですね、それは違うことでありますが、かつてのですね、いわば共謀罪と違うということについては、私たち必ずこの2つの点をですね、挙げておりますから、今改めてそう申し上げているところでありまして、重要な点はですね、重要な点は犯罪行為を行うということについてですね、組織が一変、性質を一変させることにポイントがあるわけでありまして、それと先の答弁は何ら矛盾するところはないと、強引に矛盾しているように見せかけようとしておられるかもしれない、努力をしておられるかもしれませんが、その努力は無駄な努力でありましてですね、大切なことはですね、大切なことはお互いに国民の生命と財産を守ることじゃないですか。その観点を忘れたらですね、本質を 見余りますよ。山尾君。総理、1月26日はそもそもかどうかが違うんだと、そうおっしゃってた。そしたら今度は一変したかどうかがポイントだと答弁を全く変えた。変えたものを変わってないと強弁するのは、これは国民にとって不誠実ですよ。総理、この前ね、こういうこともおっしゃってるんですよ。今回の共謀罪、これは共謀罪というのは前の共謀罪では、例えばそんな組織的なものじゃなくてもパラパラ集まって今度やってやろうぜという話をしただけで、これはもう罪になるわけでありますと、総理こう言ってます。おりますので、よろしく。法務大臣、じゃあ聞きましょう。パラパラ集まって今度やってやろうぜと話をしたら、従来の共謀罪は共謀になったんですか。いや、時間が来ておりますので、質疑をまとめてください。山尾君。いや、山尾君、時間が来てますんでまとめてください。大変時間の無駄遣いの答弁をされて私は大変不本意でありますけれども、やはり必要性もはっきりしてない。そして答弁がコロコロ変わる、変わったことも認めない、矛盾したまま突き進む、こういう法案の検討はやめていただきたいし、大臣こんな姿勢では本当に大臣は辞任していただかないとこの議論は前に進まない。私はそう申し上げて時間ですので終わりたいと思います。午後1時から委員会を再開することとし、この際休憩いたします。